健康な土で育まれたネギ。ミネラルが豊富で甘くて美味しいよ。十和田奥入瀬ミネラル野菜トムベジの一つネギ。土壌診断による健康な土作りで生き生き元気に育っています。生産量も県内トップ。主に関東、中京、関西へ出荷されています。見渡す限りネギたくさん生えてますけれども、十和田のネギがとっても甘くて美味しいって聞いてるんですけれども、はい、土を採取して、はい、で農協で調べてもらって、ネギに必要な分だけの肥料とミネラル資材を使ってですね、あとまだ堆肥とかですね、2トン以上まで入れてますので、多分美味しいネギになっていると思います。JA 十和田奥入瀬のブランドネギということで、はい、ボケ知らず、ボケ知らず、はい、面白い名前ですね。そうですね、グリーンの部分と白い部分がはっきり分かれているっていうネギということで、ボケ知らずっていうネーミングになったと思います。ネギのこうなんていうかな、梅雨って言うんだから、多分この梅雨が多分美味しさの秘訣かなっていう。なるほど。いやー、こんなにみずみずしいネギ初めて見ました。すごいですね。それではこの立派な太いネギを使ってネギのホイル焼きを作っていきます。ごま油をたらり、塩コショウ、ホイルで蓋を閉めていきます。5分10分ぐらいで焼き上がるはず。さあ、そろそろどうかな、ネギちゃん。うわー、きれいな焦げ目がついて美味しそう。ネギのホイル焼きの完成です。した甘さ。ネギはね、薬味だけじゃない主役です。美味しい。